吉田さん、今ね、お寿司食べてきてたんですよ。回転寿司、スシローなんですけども、いや、美味しかったですね。で、このお寿司を食べながらね、翔太の寿司っていう少年マガジンで連載していた漫画のドラマ版を最近 YouTube で私見てるんですけども、私がだから中学生の頃、高校生の頃、漫画で見る寿司職人っていうのは、何年も修行して、で、親方について、兄弟子にしごかれながら、まあ、いろんな大会をこう切り抜けてきてね。で、最初は酢飯、要するにシャリの作り方をもう何年も何年も修行して、で、その次は穴子一貫をどれだけ修行するかみたいなことやったり、握り方とかね、マグロはマグロで、仕入れのこういろんな勉強したりとかして、なんか本当に10年がかり、20年がかりで自分が板場に立ったりとかね、自分ののれんをもういただくみたいな感じでやってた。それが寿司屋の価値だったんですけども、最近はね、高校生のアルバイトが、なんか握ったか握ってないか分かんないようなのが、わーっと流れてきて美味しいみたいな感じで食べてますよね。でも、寿司の美味しさって、ネタが新しいかどうかぐらいだと思うんですよ。そこになんか握り方がね、ちょっと違うから美味しいとかっていう、そこまで分かんないですかね、私たちは。そこまで分かって、飯って食うもんじゃないし、つぶってね。そう考えたら、寿司の価値が落ちたとも言えるんですけども、でももともとそんな価値は別になくても寿司は寿司で美味しかったとも言えるのかなと思っちゃいましたね。まあ何が言いたいかっていうと、別に何でもないんですけどね何でもないんですよ。まあ強いて言うならば、寿司っていうのはなんか職人芸のね、本当にこう価値の高い儲かる商売の代表格、寿司職人って言われてましたからね。でも最近は寿司職人どころか、なんか高校生のアルバイトが夏休みになんかね、バイトに入って大した気持ちもなくてもお客さんが美味しいって言えるような寿司がバンバン流れてきてね、大満足で、今日もね3人で食べに行って7700円なんですよ。安いよね。江戸前寿司とか行ってね、食べに行ったんですけど、1人前がおまかせで7000円からなんですよ。で、満腹になるかって言ったら別にならないですからね。なんかおまかせでたまにちょろちょろっと1貫ずつが出てきて、しかもなんかマグロとか出てこないんですよ、タイとかは。すごいマニアックなやつとかポンポン出てきてね、それがまたうまいから立ちが悪いんですけども、ほんと通好みの店っていうのは今でもね、なんかいいですよね。まあ、という感じでね、お昼ご飯は楽しみましていただきました。それだけですよ、別に。昼飯の昼、いってらっしゃい。